本日は宇都宮にできた路面電車に乗ってばあちゃん家の家に行こうと思っているところでございますが、ライトレールの文字が見当たらないんだよねって思ったら、おー、なんかあるぞ。あれじゃね、黄色いやつ。来た来た、あっちにあるね。いや、そっちに向かいたいんだけれども、ここにはなさそうだな。じゃあ一旦改札出ての、東口、西口、お、なんか書いてあるけど、何？東口行けって、ここは西口、なんだ、わけわかんねえな。まあ、まっすぐ行って、お、なんかスイカでもキャンペーンやってるんですか。パセオ、お、日光プリンテだって。栃木に来た感が出てきたね。で、この黄色い表示に従っていけばいいのかなって思ったんだけど、違った。青い文字のところに行けばライトライン乗り場が見えてきました。ここ下って、みんな写真撮ってますね。っていうかさ、もう紅葉始まってんのかな。さすが栃木だぜ。なんかてっぺんがまだ作ってる途中、大丈夫なのかな。で、終点まで行くから先頭乗ろうかと思ったけど逆だね。各駅ってことはさ、特急もあるんかい。で、なんだこれ、2つあっぞ。下にタッチしてくれって言われたな。なんじゃこりゃ。相撲、なんだ、相撲やってんのか、ここで。そういえばばあちゃん相撲好きだったな。みんな撮ってますね。さて、レッツラゴー。こっからばあちゃん家までどんくらいかかるかな。すっげえゆっくりなんだけど。なんかまだ作ってる途中って感じだね。高輪ゲートウェイ駅みたいになっとるの。ここもすっげー都会になったりするんかね。平石？お、なんだ？車掌さんがいるぞ。運転手交代するの？たった20分ぐらいで交代できるなんて、なんてホワイトな会社なんでしょうか。フリー Wi-Fi もありましたな。てかさ、足元が狭すぎんの。なんでボックス席にしたのかな。で、表示がさ、終点まで出てないんだけど、一体おいくら万円かかるんですかね。って言ってたら隣が空いたぞ。というわけで移動しました。快適。ライトラインはゼロカーボン。お、去年行けなかった道の駅羽賀がこの電車で来れるようになったね。やったー。なんか似たような名前の駅ばっかりでさ、間違えちゃいそうだね。さあ、いよいよ終点だぞ。いくら前かな。っていうか、何があるかな。どんな駅かな。降りるときは上ね。
ありがとうございました。ここまで50分ぐらいかかりましたかね。みんな撮ってるね。はい、着きました。サムネショットで、待ってる父親の車の方に向かいます。押しボタンを押して横断歩道をね、あそこで見てる人もいるな。なかなか変わんないのこれ、押しボタン意味あるかな。じゃあね、行ってくるよっていうか、本当に何もなさそうだね。ひとまず車で5分ばあちゃん家に向かいます。このテント何かなと思ったんだけど、ぶどう狩りかな。はい、本当にものの5分で着いた。いやー、アクセスしやすくなったね。もうおばあちゃんはいないんだけどな。前は車でしか来れなかったからね。お邪魔します。ご無沙汰でございます。ひとまず線香をあげます。この地域は2本だそうですよ。そしてろうそくの火がなかなか消えない。まずはご近所にある御料牧場。どっからどこまでが牧場なのかわかんない。牛さんいないな。豚さんもいるのかね。お、牛さんいたいた。やったー。鳥さんもいるのかね。入り口はどこなんだ。あ、綺麗だね。これは何の川。これチヌガ。子供の頃ここで泳いだ。深いの。深いよ。あ、釣りしてる人もいましたね。鮎が釣れるみたい。そして踏切を渡ると、そこは彼岸花ロード。今年は先がまばらだね。暑いからね。そして正面に見える山は筑波山だそうです。4キロぐらいあったかね。そしてキヌグリーンパークっていうところに来ましたよ。お花がいっぱい咲いてるような感じだけれども、川辺情報はこんな感じ。ゴルフ場のようでしたね。突然のマスオさん出た。ここが全部彼岸花だったんだって。それがこれだけになっちゃったんだって。残念。でもまあ咲いててよかったね。おかげで楽しむことができましたよ。トンボがね、すげーいるの。まあここにしか咲いてないからみんな集中してくるよね。あんまりにもいっぱいいるからちょっと怖くなった。そしてトンボはピントが合わないのよね。撮るの難しいわ。あーというか、そろそろススキも綺麗に見えるんかね。どんどん秋が深まりますな。
変わった自転車だね。事務所の中にはセブンティーンアイスと冷たいドリンクの自販機、あったかいおしるこはございません。ここは何かなと思って案内を記念にもらっときました。さてお腹が空きましたので、ご一行は闇ぞそば屋さんに来ました。あー抹茶蜜食べたい。なんだこのイラスト。ランチドリンク、そうなんだな。ランチはあるかな。というか今ってそばの花咲いてたからね、もしかして新そばの季節かなと思ってそばのメニューを探してみました。なんかご飯とかね、うどんとかね、いろいろあんだよね。出た、ちたけ。ちたけはね、美味しくないんだよね。結構高いね。好きな人いんのかな。ちなみにお持ち帰りのメニューはこんな感じでした。さて決めました。こんな壁紙があるんだね、おしゃれだね。なんか持ってきたよ。これ何？わさびドレッシング、美味しそうだね。おーすげー、山盛りだ。そして私は割り子大盛りにしたんだけど、3つ乗ってると思ったのになんか4つ乗っかってるね。どういうことだ？天ぷらと薬味とそばチョコないけどそば湯が来たよ。どうやって食べるのこれ。ではいただきます。うん、いいよ。天ぷら、天つゆだろ。そうそうだな。あれ直接かけろってことか。そうなんだよね。そうだ、これがないもんね。あれこれがないから、それは天ぷらで、ね、これ直接かけるのかもよ。そっちの方がいい。じゃあ薬味も均等に分けて、わさびもな均等にのせて、で最後に残ったこのちょこっとの大根おろしな。じゃあこれが具が少ないからのせて、で何も考えず月見にめんつゆをかけてしまったので、じゃあ月見から食べるとすっかね。っていうかなかなか混ざらないぞ。見てくれ悪いけどごめんな、全部ぐちゃぐちゃに混ぜていただきます。うまいね、とろろ。そして第一弾完食しました。お次は、じゃあせっかく天ぷらがあるから天ぷらね。ピーマンの天ぷら、サクサク、うま。野菜の天ぷらってうまいよね、最高だぜ。さてお次は、じゃあ上からね、山菜そばにめんつゆをかけた。わさびを溶かしてからの全体を混ぜ混ぜ。ほぐさないとさ取れないんだもの。うん、山菜うまいね。山菜は春かな。そしてお次は、では間に天ぷらを挟んでな。というかあれ、エビか尻尾か、薄っぺらいから魚かなと思ったら、老眼が激しいみたいだ。では気を取り直して、エビ天いただきます。あー衣飛んだ。エビはプリプリで
美味しゅうございますね。間違いない。そして尻尾は残した。で今気づいたんだけど、この大根おろしは天つゆ用だな。じゃあ天つゆに戻してだな。麺つゆをおろしそばにかけて、わさびを溶いてからの全体に混ぜ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 するのに時間がかかるけれども、おろしそばうめえ。今日ね、おろしそばが食べたい気分だったんだよね。見事に引き寄せたな。ではラスト天ぷら、これはなんだろうね、お魚。しっかりとお魚のお味がしますね。で尻尾まで食べれそうかなと思ったので、尻尾も食べてみたけど、まあ残してもよかったかな。で残った天かすがもったいないので天つゆにつけたけど、違う違う、こっちの具が少ないからたぬきそばにしてな。わさびを溶いてからの冷やしたぬき状態で大盛りのおそば食べます。なんか途中にしそが混じってたみたいでさっぱりして美味しかったな。いやー、本日も大盛りいただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そしてやっぱり下にこぼしてるのな。そばチョコがないからそばつゆは飲めなかったけれども、誰もいなくなった。のんびり食べておりました。広々としてて居心地のいいお店でしたね。マンゴーかなと思ったけど、今日の気分はブルーベリー。ごちそうさまでした。いやー、食った食った。そして去年食べたイチジクジェラートの味が忘れられない私たちは、またしても元気アップ村にデザートを食べにやってまいりました。さて、やってるかな。やってるようだけど、イチジクはないようです。残念。ひとまず売店でお買い物。ここはね、自然派のお店っていうのかな。農薬とか添加物とか使われてないのが多いのよね。お、出たキクラゲ。お、300円か。そんなもんかな。お、羊羹発見。これは買わなきゃ。お、平飼い卵も売ってんのかね。お、備蓄用の羊羹もあるぞ。やったー。何、いちごあんみつ。お、ええ話や。いちごまんじゅうに、お、はちみつがあるなと思ったら、何、いちごあずき。これは買うしかないでしょう。洋菓子もありますね。お、豆腐あったな。豆腐買ってみようかな。一度も買ったことないもんね。あ、和菓子発見。もち米コーナー。おー、新米か。あんこ発見。やばい、全部欲しい。半額の文字見けました。唐辛子もすげえ種類あるな。どういうこと？でかい。残り1個でございますよ。で持って帰れば。いや、俺がいいや。一応売ってたと思う。なんだ、猿島茶っていうのもあったね。いっぱい紅茶もジャスミン茶。
白桃ウーロン茶、いちご美人。そもそもお茶を買いに来たらしい。うん、お得用パックっていうのがある。あ、でも狭山茶かそれもな、同じだ。ちっちゃくもいろいろ。あー、へぇー。ミックスにした方がいいか。うんうん。電車の中で食べる。というわけで、爆買いしました。お菓子。レジ横のこれが気になったんだけど。いいですか？ありがとうございます。ガム、ブラック、辛い。そして、クワガタの文字に惹かれてきましたが、こんな感じ。いらっしゃいます。3500円なんだ。なにこれ、メダカいろんな種類あんだね。1パックで1000円なのかい。無料休憩所ってここじゃないのか、どこなのかな。この辺の畑は梨畑なんだ。そうなんだね。お、ここのお風呂は26日が町民デーなんだね。いや、すっかり秋ですな。チョコとどうしようきな粉と抹茶。トリオがニューらしいからね。で、一口試食つけてくれるっていうのでアーモンドにしました。はい、ありがとうございます。今まで一軸をやったの？今年は多分やらない。やらない。あれ美味しかったんだよね。だからまたやってるから。そうというわけで4種類ジャスティース。あー、早く食べないと溶ける。試食用のアーモンド、色が白いからどうかなと思ったけど、しっかりとアーモンドの味がします。そして黒蜜きな粉、しっかりきな粉の味がするって言ってたけど、うん、まあ普通のアイスかな。そして抹茶も好きなアイスですが、どうですか。はい、安定の抹茶というか、後味がすげえ抹茶。そして私の大好きなチョコラータ、こちらはどうですか。はい、これも安定のチョコアイス。しかし去年食べたイチジクジェラートの感動には及ばなかった。残念。いや、しかし今年もここでジェラートが食べれてよかったね。いや、日が傾いてまいりました。そしてこちらは元気アップ村のグランピングスペース。うーん、あー、そっか、去年もそうだ、栗拾ったね。うん、そういえば拾ったね。美味しいんだろう。ちっちゃいけどね。栗がいっぱい落っこってるので栗を拾うのもいいんじゃないでしょうかね。そして突き当たりのあたりに彼岸花の群生があります。多いね。あ、ほんとだ、つぼみだ。この辺確かに早いわ。これつぼみだ。すごいね。まだ下からニョキニョキ出てきてる感じ。そうだよね。あ、でも枯れてんのもあるからやっぱり早いとは早いよね。なかなか綺麗に咲き揃う時に来れることはないもんだね。ありがとうございました。お、サギがいるぞ。ご飯の時間かな。それどころじゃないの。ね、どうせ私は影響力のない女ですから。トウモロコシじゃないんだ。トウモロコシじゃない。ね、でこういうトウモロコシはね、食べるあれじゃなくてね、うん、牛の餌、牛を、牛馬の餌なんだ。
では最後にもう一回お線香をあげまして、羽賀高根沢工業団地に向かいましょう。ここずっと桜並木だったんだよ。うわ、これのために来ちゃったんだよ。桜並木で綺麗だったの。ありがとうございました。いや、あっという間に着いたな。本当に車で5分だね。さてと、電車は来るかな。乗り方がなんか特殊なんだよね。で、次は2番線だね。割と頻繁に来るんだよね。なんかディズニーランドの気分だね。拒否られた。もうなんなのよ。いいですか、乗るときはしたね。じゃあ帰りも先頭に乗りましょうか。せっかくですからね。ありがとう、羽賀高根沢工業団地。夜だからライトがつき始まったかな。イベント開催中って書かれてんだけどさ、何やってんだろうね。入らないでって言われても柵も何もないんだもの。どの辺に城があったんだろうね。これは鬼怒川かな。魚が取れる川があるにもかかわらず、なぜか釣り堀があるんだよね。そしてこっちの方のが人が多いっていうのはどういうことなんだろう。お、出た、平石な。なんか車両基地があんだね。ということはあと20分ぐらいで着くかな。お、ここはカメラマンがいっぱいおりますね。なんかライトの色がみんな違うね。いやー、すっかり夜になってしまいましたね。向かいの車が相変わらずたくさんおりますね。以
上、新交通ライトレール乗ってみたでございました。参考になりましたら幸いでございます。